プロのアイドルだな。コラボしてみる。え？手越くんと？はい。手越厚？いや手越厚やってくれんのかな。でも教会みたいなところでした。お願いします。今日はですね、手越くんからちょっとコラボしませんかって早速オファーいただきまして、成人式の司会を淳さんお願いしたいんですけどって来たんですけど、まあ僕詳しく聞いてないんですけど、まあやるよっていう約束だったんでね。いや、ご本人回してるんですか。俺はよく回してるタイプだから。びっくりした今見たら淳さんだったら。うわ、手越くんだよ。すげえ。でも今後の目標も聞けたし、はい、で今後俺は新しいことチャレンジしていきたいし、はい、そんな時にまた何か絡めることがあったら、そうっすね、うん、遠慮なく。いやもうぜひですよ、いろいろ教えてください。こういう時に淳必要だなと思ったらもう気軽に声かけて。いやそんな時たった出てきますよ。いくらでも人生の大先輩としてもうこれは、うん、すっ飛んでくるんで。本当っすか、うん、とりあえずまだ何の説明も受けてないですが、やるよって言って今ここに来てます。今からちょっと打ち合わせなんです。あれ？おはようございます。おはようございます。わ、すげえ。おはようございます。え？テクシ君じゃないよね。ああ。こっちっす。どうも。早速です。ありがとうございます。すごい場所だね。その成人への思いがある。そうっすね。1年に1回とかのレベルじゃなくて、一緒に1回じゃん。そうね。成人式って。それがやっぱね。楽しみにしてたのができなくなる子たちがいっぱいいるので、その子たちが将来の日本になっていきますし、なんかちょっともちろん成人式分の思いを取り返すのは無理ですけど、ちょっとでもやっぱちょっとでもね、イベントだからね、はい、あの時手越くんにやってもらったっていうのがあるとちょっと全然違う、はい、あれはいいなと思います。オープニングはいで、バイバイとしてもらってはいで、っていうのが了解です。なんかそうだね、手越くんのところに直接直談判行くんだね、うん、芸能が変わってきますよ。じゃあ後ほどよろしくお願いします。あお願いします。お願いします。どうも、手越ゆえでーす。始まりましたオンライン成人式2021、皆さん見てますか。人前に立つ、何かとしてできることが何かと考えたときに、何かを記憶に残る、あの時なんか手越がやってくれたなみたいな、なんかそういうイベントができたらいいなというところから、今回のこのオンライン成人式が、実現しました。今回このイベントに一緒に出演してくださる田村淳さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。田村淳です。はい、もうなんか嬉しいです。あの YouTube 一緒に撮らせていただいて、あそこからの縁ですからね。あそこからの縁でこんなすぐ賛同してきてくださって。いや本当そうよ、なんか、
ああいう場所でね、今後も一緒に何かやりましょうよっつって、何、はい、かあったら声かけますっつって、はい、こんなスピードで声かけてくれると思わないそうっすよね、うん、それは、はい、俺答えなきゃと思ってね、嬉しかったです。本当思えば実際本当その成人式を、はい、中心にしたとこ多かったけど、俺が延期にしてほしかった。ああ、なるほどね。手越君がこうやって立ち上げなかったらやれてないよね。まあそうですけどね、その少しでもなんかこう、立ちという言い方はあるかもしれませんけども、なんか思い出残ってくれたらいいかなって、うん。こういう優しい部分をさ、もっとマスメディアは広めてほしいね。これは今日どっかニュースになってほしいぐらいのすごいいいイベントだと思うよ。本当ですか？うん、素敵な日にしたいです、はい、そうですね、うん、はい。ができて、僕自身の、まあ、歌のパフォーマンスもそうですし、この回も華やかになってくれたと思うので、なんか感謝です。アツシさんにも、このロンブーチャンネルをご覧の皆様にも、そしてこのカメラの先にいた、オンライン成人式を見てくださった方々それぞれに感謝してます。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやアイドルだね、やっぱり、うん、プロのアイドルだな。スターでしたね。スターだね。引きつける何かが。そうなのよ。何なんだろう、あれ。お疲れ様でした。パーって泣いちゃう。すごいんだよ、歌ってね。すごいね。なんか歌作ろうかな。感動する歌作りたいよ、俺も。俺の歌聴いて、目の前の人が泣くような歌作りたいな。ぶっちゃけコラボしてみる。
いいんじゃないですか、手越さんと。え、手越くんと、はい、手越圧じゃない、手越圧、いや手越圧やってくれるのかな、手越圧ちょっと楽曲を作ってみて、こっちのパートは空いてるんだけど歌ってくれませんかみたいなんだったらいいんじゃない、 YouTube で。いや俺も1ヶ月に1回新曲作った方がいいのかな。なるほど。かぶせて。俺も今からこのタイミングで田村淳として歌を1ヶ月に1回作って12月にアルバム出してみようかな。そして驚くでしょ、手越しくん。そうじゃないですかね。で最後にはコラボすると。うん。手越圧で。あ、ご挨拶大丈夫ですか。はい。お疲れ様でした。失礼します。本当にありがとうございました。助かりました。ありがとう。俺もいろいろと今日のを受けて、はい、刺激を受けて、はい、俺もちょっとなんか一歩踏み出そうと思った企画、はい、今ここで今考えたやつあるから、へー、それがある程度形になったら、はいはい、手越くんのとこ持ってっていい？もちろんですよ、もちろんですよ。そんなもんありがたいですけど、こちらは今俺こんなのやってんだよねっていうのを持っていくわ。へえ、なんだろう、楽しい。なんすかこの隠し玉の持ち合い。またはい、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。やっぱり、あつしさんも多分たくさんの若い方にやっぱ支持をされている方で、しかもその、同性異性関係なく。で、まあ、僕自身も、まあ、自分を俯瞰的に見ると、割と同性異性関係なく、あの、結構若い、なんかやんちゃな子からなんかいろんな相談を受けたりとかもすること多いので、なんかやっぱ、僕自身がその前に立って あのパフォーマンスはもちろんなんですけど、なんか淳さんと共に、まあ、メンタル面もそうですけど、後輩の育成とか、なんかそれこそ淳さんと僕がなんか見てきた景色だったりとか、なんかこういう風なことをこう考えながら、最近特にそういうタレントさんとか芸人の方増えてるじゃないですか、うん、自分がこだわりを持って自分のそれぞれの道を作っていくっていう方が、その中でも淳さんはもうガーンって先頭行ってるような人だと思いますので、なんか今までの常識じゃ考えられなかった、なんか非常識なことやりたいですね。なんかやっぱスターとか、それお笑い芸人さんもそうし、俳優さんもアイドルもそうですけど、やっぱ芸能人のいる意味ってやっぱ憧れられるって一番大事だと思うんですけど、やっぱ最近の人って本当に良くも悪くもなんか真面目で地味なあの人が多いので、なんかあちさんとか僕みたいな、なんかこういうキャラが濃い人がなんか新しいなんか楽しめる非常識なことやっていけたらいいのかなと思いますけどね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。貴重なコメントありがとうございます。いいです。また引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。失礼します。ありがとうございました。お疲れ様でした。